こんにちは、井上芽衣と申します。本日はこちらの12月1日発売になりますアイシャドウとペンシルライナーとリッププランパー、全部ビセなんですけども、こちらの7点を全色レビューしていきたいと思います。数量限定発売になりますので、ぜひ気になった方はね、ちょっと急いで店頭に行っていただければと思います。それではどうぞ。はい、ではまずペンシルライナーの方から紹介したいと思います。リセリシェブラウンズクリーミーペンシルの BR305 番と BR306 番、こっち305番がローズブラウンで306番がテラコッタブラウンになります。お色味はちょっとねラメが入ってます。今回ローズブラウンの方はシルバーピンクラメって感じで、テラコッタブラウンの方はちょっと金ラメが入ってるかなっていう感じです。でこちらなんですけども、目につけてみたんですけど、まず305番ローズブラウンがこんな感じでございます。もう分かりやすいようにね、だいぶ太めに引いたんですけども、すごいおしゃれなピンクかなと思います。ピンクっていうかちょっとね紫に近いかな、色味としては。ほんとローズブラウンって感じです。で反対側、こちらが306番のテラコッタブラウンになります。こちらもね、イエベさんとかはすごい使いやすいかなと思います。で実際に使った動画を後で出すんですけども、そちらでもお伝えしている通り、締め感は正直あんまりないかなっていう感じですね。本当になんだろう、カラーライナーとして使う感じかな。両目こんな感じの違いになります。テラコッタブラウンの方が結構カラーライナー感は強いかなっていう感じです。お次がこちらのリセリシェグロシーアイベールの BE01 番ベールベージュと BE02 番ベールブラウンと PK3 番のベールピンクと PU4 番のベールモーブこちらになります。こちらはね、アイシャドウなんですけど、練りアイシャドウみたいな立ち位置かなと思います。こんな感じでね、スフレっぽい感じの質感のものになるんですけども、お色味としてはこんな感じでございます。ラメがね、結構繊細なキラキラなラメが入ってますね。大粒っていう感じではないんですけども、まあ、ピンクとかはね、ピンクと黄緑のラメとシルバーのラメかなが入ってたりとか、ベージュに関しては金ラメかながちょこちょこ入ってますね。そんなギラギラしてないんです。キラキラって感じのお色味になってるかなと思います。で、こちらは同じ構成、ビセって構成の系列なんですけど、同じ構成参加の、コスメデコルテからアイグロージェムっていうものが出てるんですけども、そちらのまあジェネリック版みたいな感じなのかなと個人的には思ってます。コスメデコルテのアイグロージェムの方が 6g で2970円で、ビセのこちらのアイシャドウが 5g で1320円です。 1g 違うのかな、コスメデコルテと。で、まあ、1600円ぐらいお値段が違うので、まあなんかこう、アイグロージェム、コスメデコルテのね、使ってみたいんだけど、こうクリームアイシャドウって、よれやすいってイメージとかあるかなと思うので、ちょっと試しに、使ってみたい。パウダーアイシャドウ以外のね、アイシャドウ使ってみたいって方は、まあ、しょっぱなアイグロージェム2970円買うのがちょっとあれだなっていう方は、まずこのビセのねアイシャドウにちょっと手出してみてもいいのかなと思います。私そのコスメデコルテの方を使ったことがないので、そちらといまいち比べられないっていうのがちょっと申し訳ないんですけど、何回かこのビセのアイシャドウに関しては使ってみてるんですけど、結構よれづらいなと思いました。二重幅にたまる感じが普通のパウダーアイシャドウよりは少ないかなと思いました。よれづらさと、あとまあそんなにこうギラギラしてないので、こう1個で済ませたい方とかにはいいのかなと思います。じゃあこちらをねちょっとスウォッチ目に実際につけていこうかなと思うんですけども、まずこっちの目、こちらが DE1 番のウェールベージュになります。こんな感じです。一番なんかこう輝きが強いかなと思います。でもそこまでなんかギラギラしてないので使いやすいし、ちょっとこうなんかキラキラを求めてる方にはこのベールベージュいいのかなと思います。これめっちゃ可愛いですね。で、お次がこちらの、BE2 番のベールブラウンになります。
こちらに関しては、黄身っていうよりかは、ちょっと赤み系なので、ブルベさんとか使いやすいブラウンなのかなと思います。ベージュは結構ザ・イエベさんのカラーなんですけど、こちらのブラウンに関しては、ブルベさんが似合うようなカラーなのかなと思います。ちょっと私、資格とか持ってないのであれなんですけど、ラメ感に関しては、ベージュの方がラメ感は強いかなと思います。こんな感じのお色味です。そしたら次こちら、ベールピンク TK3 番のベールピンクになります。さっきのゴールドもすごい使いやすいお色味かなと思ったんですけど、この TK3 番めちゃめちゃ可愛いですね。これ一番使いやすいかも。一色でも全然どうにかなる色味だし、濡れツヤ系の輝き方をしますね。なんかピンクって書いてるけど、そこまでピンクピンクしてないというか、なんかベージュピンクって感じなので、使いやすいし、万人受けするカラーなので、本当に職場にもおすすめだし、これからの時期ね、クリスマスデートとかね、いいと思います、こちらのカラー。うるっとした、まぶたに仕上がるかなと思います。可愛いですね。一番好きかもしれない、この色味。なんか、腕に出した時はそこまでだったんですけど、まぶたに乗せるとこれ一番可愛いですね。で、次、PU4 番、ベールモーブです。これもね、また可愛いんですよね。これは全然単体で使ってよりかは、もう本当に、ベースとかをしっかり使った上から、重ねるのが可愛いかなと思います。ベールベージュを全体に乗せて、二重幅に紫とかでもすっごい可愛いと思うし、全然こう、これに関しては、まあ、クリームアイシャドウなんですけど、パウダーのアイシャドウの上から重ねても全然よれたりしなかったので、お手持ちのね、アイシャドウの上からこうニュアンスで紫に変えるみたいな、ちょっとこう、一癖あるアイメイクにできるような色味かなと思います。これも可愛いですね。うん、これはナチュラルっていうよりかは少し個性的に仕上がるカラーかなと思います。で、ラメも、ちょっとピンクラメというか紫ラメなのかな？ちょっと青ラメなのかな？ちょっと難しいんですけど。なんかね、こうちょっと不思議なラメが入ってて、偏光ラメではないんだけど、ちょっと青ラメかな？青ラメが入ってるのかな？なんかどうやって紫に見えるラメにしてるのかがちょっとわかんないんですけど、ピンクと青ラメが入ってるのかな？これ。これ結構ね、なんか高見えするようなアイシャドウかなと思います。使いやすいのは全然ね、ブラウンとかベージュとか、それこそこの反対側のピンクかなと思うんですけど、うん。これは、全然こう安っぽく見えないようなアイシャドウかなと思います。これもこれで可愛いですね。で、何日間か私この練りアイシャドウを使って思ったのは、私は素の爪なので、全然入るんですけど、スカルプとかしてる人、ちょっとこう長さをね、ネイル出してる方は、取りにくいかもしれないです。最初のうちは全然大丈夫だと思うんですよ。ちょっとこうね、こうドームっぽくなってるので、最初のうちは大丈夫かなと思うんですけど、結構へこんできちゃうと、スカルプの人は結構取りづらいかもしれないです。うん、サイズ的にも結構小さいので、なのでその長さ出しとかをしてる人はちょっと要注意かもしれないですね。で、最後こちら、エッセンスリッププランパーの SP001 番です。リッププランパーになります。こちらは、まあ、ディオールのマキシマイザーの、まあ、ジェネリック版かなと個人的には思ってるんですけども、私、ディオールのリップマキシマイザー使ったことがないので、ちょっとそこと比べられないのが申し訳ないんですけども、内容量と価格的に言うと、ディオールのリップマキシマイザーが 6ml で4070円。で、ビセの方が 5.5ml で1480円になるので、0.5ml、ディオールの方が多いんですけど、ディオールと比べると値段的にはまあ2600円ぐらい価格差があるかなと思います。香りなんですけども、バニラミントの香りです。ちょっと好き嫌い分かれるかなと思います。私はすっごい大好きな香りでした。美味しい匂いです。すっごい美味しい匂いで、ディオールのマキシマイザーの方がどうかわからないんですけど、結構重ためのテクスチャーかなと思います。結構ね、もったりしてるかも。なんかシャバッとはしてないかな。色に関しては、まあ容器はね、ちょっとピンクっぽい色がついてるんですけど、ほぼほぼ無色ですね。ちょっとだけピンク混ざってるかなぐらいで、ほぼほぼ無色です。で、まあリップマキシマイザーっていう通り、マキシマイザーじゃないや。プランパー、リッププランパーっていう名の通り、ちょっとスーッとする感じです。でもそこまでジンジンしないので、マキシマイザーがちょっとピリピリしすぎて、ちょっと唇が逆に
あの、荒れるというか、水ぶくれできちゃうぐらいまではいかないと思うんですけど、まあ、なんかこう、不安になっちゃうっていう方は、こっちの方がいいかもしれないです。まあ、なんか全然ジンジンしないわけじゃないんですよ。全然ジンジンしないわけじゃないんだけど、マキシマイザーよりは、控えめみたいですね。これはね、ちょっとぷっくり、見えるものになるんですけど、まあ、まだ今つけたばっかりなので、まあ、ちょっと経過を見つつっていう感じですかね。じゃあこれで、今回レビューをしていくんですけども、2日間にわたってメイクをね、撮ってみたので、そちらをご覧いただければと思います。それでは、どうぞ。はい、ではまず今日はこちらの PK3 番ベールピンクと PU4 番のベールモーブを使ってメイクをしていこうかなと思います。もうベースメイクとか、眉毛とかはね、仕上げてある状態なんですけども、まず、PK の3番をアイホール全体に乗せていこうかなと思います。で、まあ、この上からね、ベールモーブとかを重ねるので、今回はこのピンクに関してはちょっと軽めに乗せていきます。あんまり乗せるとヨレの原因になってしまうので、このぐらいで。下まぶたとアイホール全体にぐるっと乗せました。これ単体でもすごい可愛いので、私これから仕事の時は、これ一択かな。まあ、後日ね、美容部員の時にリアルでやってる、メイクを後日出そうと思ってるんですけども、その時多分これ使おうかなと思いますね。まあ、今までシピシピを使ってたんですけど、これに多分変わりますね。っていう感じです。すっごい可愛いですね。で、次、こちらの PU4 番ベールモーブを小指に取りまして、二重幅に乗せていきます。で、奥二重さんと一重さんはまっすぐ見た時にちょっと見えるぐらいです。さっきのベールピンクは結構ベージュピンクって感じだったんですけど、上からこのね、PU4 番ベールモーブを重ねると、一気にこう、ブルベさん寄りのアイメイクになるかなと思います。で、このベールモーブに関しては、下まぶたに乗せちゃうと、ちょっと具合悪いというか、モード系のアイメイクになるっていうことが判明したので、上まぶたのみに乗せていきます。目尻の三角ゾーンとかにも乗せずに、こんな感じでいいかなと思います。で、そしたら次に、ブラウンズクリーミーペンシル BR の305番、ローズブラウンです。このね、アイライナーもね、もうスウォッチ見ていただいてわかると思うんですけど、めちゃめちゃ可愛いです。これは、どうしようかな。とりあえず、普通に、目の際に乗せていこうかな。私ペンシルに関しては、キャンメイクのクリーミータッチライナーしか使ったことがなかったので、あんまり比較ができないんですけど、クリーミータッチライナーと同じぐらい描きやすいですね。スルスル描けるし、そんなに力もいらないので、キャンメイクのクリーミータッチライナー愛用してる方にも、お使いいただけるカラーかなと思います。カラーというか、テクスチャーかなと思います。で、二重幅の目尻を、ちょっとこう、なんで、シャッシャってこう、グラデーションを作るように書いてぼかすと、ちょっと目尻がさ、こう、締まってくれるので、こんな感じ。ちょっとほら、こっちの塗ってない方よりは、塗った方がこう、なんていうんですかね。目の横幅大きく見えるし、こう、アイシャドウ、ちゃんとこう、なんていうの、グラデーションで塗ってる感じが出るので、こんな感じでこう、シャッシャって書いて、ちょっと指でぼかす。こう、紫感がより強く、出やすいかなと思います。で、さっき塗らなかった下まぶたにも乗せて指でぼかします。で、そしたらビューラーでまつげを上げてマスカラをしていきます。テザンヌの耐久カールマスカラ01番です。透け感ブラックですね。こちらを使っていきます。そしたら次、涙袋の線描いていきます。キャンメイク 3way スリムアイルジュライナーの01番です。ピンクの方を使っていきます。で、次、リップを塗っていくんですけども、実は、このエッセンスリッププランパー SP001 番をちょっと唇もう乗せちゃってるんですけども、最初のスウォッチ撮ったと思うんですけども、そちらとどうでしょうか?ちょっと、並べてみるんですけども、どうでしょうか?私的には、そこまで変化がない気がしますね。どうなんだろう。もっとディオールだったらもうちょっとぷっくり見えるのかもしれないですね。もうちょっとね、ビセよりもジンジンするらしいので。うん。
あんまり変化がないかな。一応撮ってからもう20分ぐらい、つけてからね、20分ぐらい経ってるんですけど、そこまで変化がない気はしますね。まあ、ただね、年齢を重ねてくるとね、唇の輪郭がこう焼けてきたりとか、唇がしぼんできちゃう、小さくなってくるっていうのを、まあ、私はまだ経験してないんですけども、そういうお声をね、いただくことが多いんですよ。ドラッグストアで BA をしていて。なので、リップライナーとかが存在するんですよ。唇をね、こう普通に口紅塗っちゃうと、こうなんかこう、グロスとか塗った時に、こう輪郭がぼやっとしちゃうとか、唇が小さく見えるから、その縁をね、ちょっとオーバー目に見せるために、リップライナーっていうものが存在するんですけども、なので若い方よりも、ちょっと年齢いった方の方が、リップライナーって結構使われる方が多いんですけども、そういう方にね、このリッププランパーおすすめかなと思います。で、こちらちょっと重ためのリップになりますので、ちょっとティッシュオフをして、リップ塗っていきたいと思います。トゥーフェイスドのメルテッドリキッドマットロングウェアリップスティックのフィネスを使っていこうかなと思います。こちらに関してはもう本当にドマットなので、唇パキパキの時はちょっと使えないリップになるんですけども、リッププランパーを塗った上だとすごいノリがいいですね。今日ちょっと目元がね、ピンク系なので、ちょっと唇で、ダークめのリップで差をつけていきます。クリスマスのデートメイクには、これじゃなくて、絶対赤リップとかにした方がいいので、ここら辺はご自身の判断で、お願いします。あー、でも唇大きいかもしんない。なんかね、ほら、別にさ、私そんなにオーバーリップにしてるつもりないけど、画面で見た時に、いつもより唇がなんか大きく見えるかも。気のせいかな。なんか塗ってるから、そうであってほしいっていう願望が出てる可能性もあるけど、なんかね、気持ち唇大きくなってる気がする。そしたらハイライトはもうメイクがね、ピンク系でいってるので、セザンヌのパールグローハイライト04番のシェルピンク。こちらを使っていこうかなと思います。血色感出したい時とか、こういうね、ダークなリップ塗ってる時は、このね、ピンクのね、ハイライトを塗ると、とても相性がいいので、このリップを使う時は必ずこのハイライト使ってますね。で、そしたら次。何年か前のクリスマスコフレになっちゃうんですけども、ローラメルシエチークキャンバスソフトチークパレット。このカラーでチークを乗せていこうかなと思います。こんな感じでメイクの完成です。いかがでしょうか?だいぶ、ブルベさん系のメイクになったかなと思うんですけども、いい感じに仕上がったかなと思います。はい、じゃあまず、唇を保湿していこうかなと思います。こちら、ビセエッセンスリッププランパーです。で、次、アイシャドウベース使っていきます。こちら、ウォンジョイヨ W デイリームードアップパレット02番トレンチブラウンの、このカラーですね。アイホール全体と下まぶたと、あと鼻筋を描いていきます。今日は、ビセの動画なんですけど、こちらのウォンジョンヨのリップステッカー06番クラシックトープを使って赤リップメイクに、赤リップメイクにしようと思ってるので、そしたら先にリップ塗っちゃおうかな。ビセリシェグロッシーアイベールの BE1 番ベールベージュ。こちらを使っていきます。アイホール全体でいいかな?乗せていきます。これちょっとそのまま下まぶたにも乗せていきます。色味的にベージュなんですけど、意外と茶色っぽいかもしんない。意外とね、色が出るかも。今ちょっとこれ、この真ん中のゴールド、ベージュか。長いの間違えちゃう。ベージュを全体に塗ったんですけど、上からこのブラウンですね。グロッシーアイベール BR2 ベールブラウン。こんな感じのお色味なんですけども、こちらを小指にとって、二重幅ですね。まっすぐ見た時に、ちょっと見えるぐらいで塗っていきます。
で、あと下まぶたの目尻から3分の1ぐらいまで。なんかね、締めカラーっていう感じではないかな。結構薄付きかも。今ね、こっちが下まぶたにのせたんですけど、そんなにちょっと影感が出るかなぐらいなので、この茶色もね、使いやすいかなと思います。アイライナーなんですけども、こちらのブラウンズクリーミーペンシル BR306 番、テラコッタブラウンですね。下まぶたの際、お、かわいい。こんな感じで下まぶたの際に入れて、小指でちょっとぼかします。あ、いいね、かわいい。うん、いい。ちょっとついでに、この目尻のところを、こう、くの字に。ちょっと幅広めに描いて、ぼかして、ちょっとアイシャドウみたいな感じで。なんかね、こう、アイライナーとしてだと、だいぶなんか明るいというか、キャラメルっぽい感じの色なので、こうやってぼかして使うのめっちゃ可愛いですね。じゃあマスカラは、キャンメイククイックラッシュカーラー ERP01 番です。透明なマスカラしていきます。で、マスカラ下地乾かしてる間に、ちょっともう一回リップ塗ります。アイライナー引いていきます。こちらはビセなんですけど、ちょっと限定で夏に出てたもので、グレーのカラーライナーなんですけど、グリッターインパクトライナー GY10 番ダイヤモンドグレーです。こんな感じの、チャコールグレーって感じかな、のお色味なんですけど、こちらで目の流れに沿ってアイライナー引いていきます。で、涙袋の線は、キャンメイク3ウェイスリムアイルジュライナー02番、オレンジ色です。で、今思ったんですけど、今回出た、このブラウンズクリーミーペンシルのテラコッタブラウン、今ね、この下まぶたの際とかに乗せた、こちらとね、夏に同じビセで出た、グリターインパクトライナーの OR の210番。色味近しいんじゃないかなと思って、私前にこっちの、夏限定で出た方もレビューしてるんですけど、こっち買った人はこっち買うべきなのか。どうなのかっていうのをちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、まず最初に今回出た、ブラウンズクリーミーペンシル、まあ、ペンシルとライナーなので用途は全然違うんですけど、まあ、色味としてね、テラコッタブラウンの方がこんな感じの明るめのキャラメルオレンジって感じなんですけども、インパクトライナー今回前回夏に出たものは、ちょっと待ってね、あ、違いますね、色が。うん。夏に出た方が、やっぱ、夏に出るだけあって、夏っぽい。ちょっとアホっぽくなっちゃったけど。そうですね。こっちの夏に出た方が、ちょっと黄みが強い感じかな。オレンジライナーで、気になってる方は、ちょっと見比べていただいて、っていう感じでございます。こんな感じの違いです。ちょっとカール下がってきたので、アイプチしていきます。オリシキアイリットスキンフィルムです。二重にして戻ってきます。はい。二重を形成して戻ってくるはずが、着替えてきてしまいました。着替えてきてしまいました。なんかね、試しに、マスカラ、下まつげだけ、このファシオのパーマネントカールマスカラハイブリッドロング103番。限定なんですけども、塗ってみたんですけど、まつげの存在が消えました。消えましたね。上は黒塗っとこうかな、と思いますので、ボンジョンヨヌードアイラッシュ01番シアーブラックを使っていきます。そしたら、メイクが完成いたしました。いかがでしょうか？結構いい感じに仕上がったかなと思います。こんな感じでございました。以上です。はい。
こんな感じでね動画を撮っていたんですけども、いかがでしたでしょうか。全部スウォッチとあと実際にねメイクをして2パターンでねメイクした動画を撮っていたんですけども、まあ、全部ね今回すごい良かったなと思います。グロッシーアイベールに関しては結構よれづらかったし、まあ発色とかラメ感に関してはいつも私がご紹介してるシピシピとかあのチャコットよりは全然控えめなので、あのすごい使いやすい感じかなと思います。まあ、特に私が一番気に入ったのは PK の3番かなと思います。これからあの仕事の時はあのほぼほぼ毎日 PK の3番かなと思います。ブラウンズクリーミーペンシルもすごい良かったです。これに関してはまあアイライナーっていうよりかはまあアイシャドウとかカラーライナーっていう立ち位置になるかなと思いますので、あの抜け感を出したい方とか、あとまあそんなにこうパキッとしたカラーライナーじゃないので、カラーライナー手出したいけどそこまでビビッドなもの使うのはちょっと怖いなーっていう方にはすごいおすすめかなと思います。まあ私どっちかというとローズブラウンの方が好きだったかな、色味的にはっていう感じですね。エッセンスリッププランパーに関しては本当にあの香りがすごいいいです。バニラミントの香りすごい美味しい香りがします。あのぷっくり見えてるかっていうことに関してはどうだろう、ちょっと私個人的に使ってみてそこまで私は分からなかったんですけど、まあ動画でちょっと見ていただいて、どうだったか、教えていただければと思います。一応リップグロスっていう立ち位置になりますので、この上からね、重ねてもいいと思いますし、全然私みたいにリップの下地として使ってもいいのかなと思います。こんな感じの、1、2、3、4、5、6、7。7点、全色、今回ご紹介させていただきました。12月1日発売ですので、発売日当日に、頑張って編集して出しますので、こちらの動画を見て、気になった方は、ぜひドラッグストアの方にお立ち寄りいただければと思います。以上でございます。この動画がいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あと、ツイッターとね、インスタグラムもやってますので、そちらのフォローもついでによろしくお願いいたします。次回の動画も、お楽しみに。じゃあねー。